長野県飯田市上里黒田にある公立高校。地元では旧校名である高松の名称で呼ばれている。自由な校風を尊重しており、校則が少なく、制服ではなく私服での通学となっている。生徒会を自治会と呼称し、過去より学生主体の学校を目指していた風潮が現在でも少なからず受け継がれる。部活動は反活動と称している。 平成27年度現在、26の運動班、15の学芸班、7の同好会がある。中でも、ラグビー班は、県内においては、花園出場8回の競合校として知られる。普通科と理数科がある。1コマ55分授業、6次元であり、木曜日はそれに加えて、LHR が行われる。文化祭は、高松祭と称し、 その名称は急所に由来する。最後にボディーペイントなどをして、火の周りを回る、ファイアーストームがある。花火も打ち上がる。ただし、電車代の節約のために、下山村駅から徒歩で向かう生徒もいる。飯田市内は、路線がオメガカーブを描くため、上り列車に乗り遅れそうな場合や、下り列車の到着では間に合わない場合は、下山村駅で乗降して走った方が、共に、 電車より先に着くことが可能である。今、上里駅から下山村駅までは、飯田線で5駅だが、直線距離は2トルでその直線上に投稿がある。路線に沿うと6トルで、列車は大概13分から20分で走行する。下山ダッシュと言われ、投稿の卒業生である、長野朝日放送の草田俊彦アナも自身の担当する番組。 アブンステーションで取り上げられた際、自分も高校時代に下山ダッシュをやっていたと明言している。同行の発表に基づき、2016年から2019年までの卒業生の国公立大学合格者数を大学の所在地域別に分類し、一部を抜粋すると次の通りであった。ありがとうございます。